車内はデッキ、トイレを含めまして全車両禁煙です。ゴミ箱いない。地方では在来作物を多く育てています。在来作物とは種の取り方や保存方法、昔ながらの農法などが親子代々にわたって地域や農家に受け継がれてきた作物です。この辺りの海岸線周辺では塩を作っている店が多くございます。名産品はお塩と呼ばれる海藻を使った塩です。舐めてみるとしょっぱいさだけでなく、ほのかに海藻の香りとまろやかな甘みが広がります。
すごいじゃん。あ、着くよ。これ新潟って。